フットボールリーグ2002から2003シーズンは、イングランドフットボールリーグの105回目のシーズンである。ディビジョン1は、ポーツマス、ディビジョン2は、ウィガンアスレティック、ディビジョン3は、ラシュデンダイヤモンズが優勝した。フットボールカンファレンス2001から02のチャンピオンの、ボストンユナイテッドが、ディビジョン3に初昇格して、フットボールリーグに参戦した。 同シーズンの FA プレミアリーグについては、FA プレミアリーグ2002から03を参照のこと。ブラッドフォード・ブライトンホーブ・カブンド・トゥリー・ダービー・ギリングハム・グリムズビー・タウン、イップスウィッチ・レスター・ノーリッチのティンガム・フォーレスト、ポーツマス・リーディング・ローザーム・ウォール・ソル・ウルバー・ハンプトン、フットボールリーグ2002-03のクラブ本拠地、 クリスタルパレスミルウォールワトフォードウィンブルドン、フットボールリーグ2002-03のクラブ本拠地、バーンリー・プレストン・シェフィールド・ユナイテッド・シェフィールド、ダブルー・ストーク・フットボールリーグ2002-03のクラブ、本拠地5位のウルバー・ハンプトン・ワンダラーズが、ディビジョン1の3位から6位のチーム間で争われる、ファーストディビジョンプレイオフを勝ち抜き、FA プレミアリーグ2003から04の昇格を、決めた。 各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ブリストルシーバーアンズリー、カーディフシティーチェルナムチェスタフィールドコールチェスタークルー、アレクサンドラルートンタウンノーザンプトンノッツカウンティー、ピーターバラプリーマスワーガイルスウィンデンウィーカム、フットボールリーグ2 0 2 0 3のクラブ本拠地。 ブレントフォード QPR フットボールリーグ2002-03このクラブ本拠地ブラックプールハダースフィールドマンスフィールドオルダムポートベールストックポートトランミールウィガンフットボールリーグ2002-03のクラブ本拠地6位のカーディフシティがディビジョン2の3位から6位のチーム間で争われるセカンドディビジョンプレイオフを勝ち抜きフットボールリーグ2003から04ディビジョン1への昇格を決めた 各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ボストン・ユー・ボーン・マス・ブリストル・アール・ケンブリッジ、ユーカー・ライル・ユト・ド・ダー・リントン・エキシター・ハートルプル・ハル、キダー・ミンスター、リンカーン・シティ・オックスフォード・ユー、ラッシュダン・スコーン・ソープ・シュルーズベリー・サウスンド、ユース・ウォンジー・タウントッキー。 ヨークシティフットボールリーグ2002-03のクラブ、本拠地、レイトンオリエントフットボールリーグ2002-03のクラブ本拠地ベリーマクレスフィールドラチデールレックスム、フットボールリーグ2002-03のクラブ本拠地、ボストンユナイテッドは乱闘により、勝ち点が4減点された。4位のボーマスが、ディビジョン3の4位から7位のチーム間で争われる、サードディビジョンプレイオフを勝ち抜き、 フットボールリーグ2003から04ディビジョン2への昇格を決めた各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。ありがとうございます。